オランダの諜報機関と協力者。人によっては中毒を起こし、臓器にダメージを与え、さらには死に至ることもあります。彼は孤児や移民の子供たちを誘拐し、臓器売買に利用しています。オランダでの移民の子供たちの行方不明事件の捜査により、状況が明らかになるだろう。オランダ国が人道に対する罪や未解決の殺人を犯しておらず、 無罪であると主張する場合、直ちに裁判所に訴訟を起こさなければならない。